たいと思いますけれどもね、なんかこう千葉テレビさんの収録が今入ってるんですよ。でなんか全部30分番組らしいんですけど、今から私のやるネタが45分なんですよ。入らねえだろうと思ってね、申し訳ないような気持ちでいっぱいなんですけど、でも本当に、ね、浅草の今日初日ってことで、まあ、ちょっとこう生意気ですけど、 今だけちょっとだけ人気がありますから、どれくらいお客さん溢れかえるんじゃないかな。いや想像できないなぁなんて思ってふっと2回見たらガラガラなんですよ。そんなばっか、もう落ち目になったの俺、早かったなぁ俺の。いやでも情けなくなっちゃってね。だから隣でね、琉球師匠がなんかね、大変に人気者でございますなんて言いながら、2階席のやつらがこっちガラガラだけどなみたいに思ってんじゃねえかなと。でもなんかね、何人か来ていただいて本当嬉しいです。もう手振っていただいてね、でも本当にね、あれがなんかでも寄せってのはいろんなハプニングがあるんですね。米福師匠なんてあんな口上を間違えるかじゃないんですよ。だってね、順番通り別に刺していけばいいんだからね。ねえ、まあ、でもそれでねえ間違えると、あれ珍しい貴重なもの見れて本当にね。あれも間違いなく白山 TV で流そうと思ってますけど。本当にね、優しいんですよ、米副師匠は。いろいろアドバイスしていただいて、米副師匠っていうのはね、十数年前、一人真打ちでね、やっぱり同じように上がられてたんですね。で、その時ね、40日間全部ネタを変えたって言ってましたね。すごいですね、40日。しかも講談じゃないですよ、落語ですから、同じような話が出ちゃうんですよ。それをかいくぐって、しかも寄席の鳥、昼夜入れ替えじゃなかったでしょう、当時ですから、昼のネタも含めて被らないようにで、最後はドーンと40日変えた。もう奇跡なんですよ。で、米副師匠に40日変えた感想は何ですかって言ったら、変えない方が良かったって。そうかもしれません。確かにね。で私もいろんな人に相談して、円楽師匠とか相談してね、40日変えようと思ってたんですけど、いやそうじゃないなと思いましたね。この今の目の前のお客様に喜んでいただく読み物をやるべきだなと、そんなようなことを思った次第でございます。円楽師匠が口上で新宿の初日に彼は中村中蔵をかけてなんてことを言ってくれましたから、今日はその縁にあやかりまして、初日浅草でも同じく中村中蔵を申し上げようかな。今の枕は全部千葉テレビで使えない枕でございます。恐ろしいもんでございまして、初日でございます。一生懸命に申し上げたいと思いますが、小僧さん、年はいくつだ？7つ。おお、そうか。役者の子か？うん、違えの。あ、そうか。なら芝居の世界は諦めた方がいいな。え、なんで？なんでって決まっとるじゃねえか。おじさん見てみろ、一生懸命やったって血がねえとよ、なだいにも這い上がることはできねえし、役がつかねえ、惨めになるだけだ。それが役者の世界だ。お前が生地さえがありゃ必ず足引っ張られるな。決して夢見ちゃいけねえのが俺たち役者の世界なんだ。そんな足引っ張られるなんてあるわけねえよ。そんなことあるわけはねえや。冗談じゃねえ、ふざけやって。どいつもこいつも足引っ張りやがって、なんだと思ってた。名題になったらいいものの、これだけ足引っ張られちゃどうにもならねえ。だけど見てやがれ、楽屋の連中、こけんぶつ。俺が今まで誰も見たことのねえ五段目の王の貞九郎、やってやろうじゃねえか。心の中で短歌決めたこの男、中村中蔵、その人でございます。当時の芝居の世界というのは6階級に分かれておりました。一番最初が稲荷町、中通り、愛中、愛中上分、名題下、名題の6階級でございます。でこの最下層の稲荷町から一番上の名題には当時なることができないと言われておりました。今も昔もこの芝居の世界というのは違うものを言う世界だ。名題下までは前例がございます。ところが名題には決して血がない役者はなることができない。さあしかし
そういう芝居の世界において稲荷町から這い上がり名代に出世をし、後には三座の座頭にまで上り詰めたのが今から申し上げます中村中蔵でございますが、じゃあこの男はどうやってその血の壁を突破したのか、今日はその辺を一席申し上げようと思いますが、さあこいつ七つの時に二代目中村伝九郎、後の八世中村勘三郎の弟子となります。一生懸命に芝居をして十代も半ばから後半になりますと、稲荷町から一つ上の中通りというところまで来ることができた。稲荷町と違いましてセリフが二言ばかりつきます。これも伝令の役でございまして、申し上げます、何事じゃ、実はカクカクしかじかで、このたった二言だ。芝居というのは見事から工夫ってのはできるんだそうです。ましてや伝令の役だ、とてもとても工夫なんてのはできません。二言の役じゃこれは芝居だけで食っていくことができない。ですからこれは仕方がないと、一生懸命用事削り串削り、それだけじゃございません。下駄の内職なんぞをして、明日には必ずセリフが増えていると一生懸命に努める。きっと誰だ見ててくれる、今度こそ。神棚に放り投げちまう。どんなに才能があるやつでも役がつかなければどうにも仕方がない世界でございます。さあそういう時に事件というのは起こるんだそうで、今しも舞台は大序日だ。最終幕で一番大事なところ、舞台中央におりますのは四代目の市川團十郎、神様と言われた男だ。上げ幕チャリンと開きますと、中村中蔵花道の七三がツツツツツツツってやってまいります。申し上げます、何事じゃ、実はカクカクしかじかで言おうとしたんだがセリフが飛びました。しまった、セリフが飛んだ。セリフが飛ぶというのは怖いもんで、我々のような一人芸じゃない。芝居というのは大勢でやってます。たった二言の伝令のセリフが飛ぶだけで芝居はつながらなくなる、もろくも崩れてしまいます。一秒が十秒にも二十秒にも感じられる。中村中蔵、しまった、どうすりゃいい。ところがこいつは希代の役者でございました。花道の七三から本舞台へつか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 っとやってまいりますと、市川團十郎の耳元で、親方、セリフ忘れました。セリフ忘れましたってセリフは成田屋も聞いたことがない。そうか、じゃあカクカクしかじかにしてくれろ。セリフがつながるように足していってくれましたから、これは芝居はつながったが自分の首がつながるかどうかは分かりません。すぐさま楽屋を訪ねる中蔵、親方、申し訳ございません、申し訳が。中蔵だ、こっちへ入れ。申し訳ございません、セリフしくじりまして。俺も長いこと芝居の世界にいるがよ、二言のセリフ全部閉じるってのは珍しいじゃねえか。だけどおめえは面白い男になるかもしれねえな。いいか、役者なんてのはどこで力量が問われるか分かるかな。かぞ台本通りペラ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 くっちゃべりゃそれでいってもんじゃねえ。俺たちもご見物も生もんだ、しくじることもある。ただ役者がしくじってご見物にそれが伝わると芝居は台無しだ。だから役者がしくじった時こそ力量が問われる。お前は二言のセリフ飛んだか知らねえが、俺の耳元で親方、セリフ忘れました、そ
んなセリフはなかなか言えるものじゃねえ。面白い。褒めてやる。明日からもまた頑張んなよ。ありがとうございます。しくじってもうダメだと思った時に褒められる、こりゃ嬉しいもんでしょう。成田屋としてはこれはいいおもちゃを手に入れたと思いました。ああ、それじゃあ美琴のセリフをこいつにやろう。美琴にこれを返してくる。それじゃあもっといい役を、これまた見事に返してくる。どん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 階級も上がってくる。稲荷町から始まりまして、中通り、愛中、愛中上分、名台下までやってきた。ここまでは前例がございます。しかし四代目の市川團十郎、多くの役者衆を集め、傍らに中蔵を置きながら、いいか、これから梅たちに話がある。この中蔵を名台にしようと思うが、文句のある奴は前へ出てきてくれ。大勢の役者衆がずいっと前へ出ていったセリフが後世に残っております。これがいかにも当時の芝居の世界を表している言葉で、お待ちくださいませ。親方、そいつは稲荷町から上がってきたもんですよ。稲荷町から上がってきたものを名題にする、みっともねえからよしましょうよ。みっともないからよしましょう。それが当時の芝居の世界でございました。それでも成田屋、おめえたちの気持ちはよくわかった。じゃあこうしよう。こいつが一度でもしくじるようなことがあれば、俺はこいつを名題から引きずり下ろす。それで構わねえから、名題にしてやってくれ。神様と言われてる成田屋にこれだけのセリフを言われたもんですから、大勢の役者衆も承知をいたしました。奥歯噛みしめてうなずくほかはございません。今しも中蔵が名題になりましたのが29の時、俳名が収穫、屋号が境屋店で、もう大変な人気でございます。2年目の正月、この男はなんと大抜擢をされる。工藤祐経という、とてもとても2年目の名題でできるような役じゃない。なんでこんな役が振られたのか、これは至極当たり前で、なぜなら楽屋連中がこんな大役はできまい、しくじればすぐさま名題から引きずり下ろそうとの気持ちでこの大役をつけた。他のご見物の連中もさすがに境屋がいい役者とは言いながら、工藤は難しいだろうと思っていたが、この男は才覚で見事にこれをやってのけた。釣狐の工藤という後世に残る方も生み出した。大勢のご見物はこりゃすげえや、大変な喝采で、楽屋連中は畜生、今に見てやがれ、ますます恨みを買うことになる。釣狐の工藤の工藤祐経を当てたその年の9月だ、奏本忠臣蔵が上演をされることになりました。これは大変な人気狂言だ。由良之助か河野諸能か判官か、どんな役がつくのであろう。正月に工藤を当てたんだ。どれぐらいの役がついてもおかしくはないと心待ちにしておりますところ、失礼いたします。失礼を、はいはい、誰ぞ。ええ、お役の方で、どうぞこちらへ。この度の役なんでございますが、これで、え、なん、一役、一役で、いかがでございましょう。承知をいたしました。失礼いたします。お役を与える者は逃げるようにその場へ。すぐさま中村中蔵、これを見ながら、酒やがって、怒ったのも無理はない。そこに書かれていたのが五段目の小野貞九郎、たった一役。まずこの小野貞九郎という役がよくございませんでした。6階級ある当時、愛中といって3階級目の役者がやるところが
この役でございます。つまり名題でやるような役じゃない。でまたこの五段目というのがいいところじゃないんですね。奏本ってのは全11段に分かれておりまして、大序から始まりまして2段目3段目の喧嘩場、殿中松之廊下が3段目、4段目が判官切腹、これが大変な見せ場です。で6段目もまたいいとこで、7段目もいいとこ、つまり3467といいところが続くんです。でこれあんまりいいところが続くとお客さんがね疲れるんですね。ですからこれ5段目というのは弁当幕、みんなお弁当を食べて見てたんだそうです。横の人とこうくっちゃべりながら、よかったですね、さっきの円楽師匠のモノマネ。そんなことない。でもそうなんです、まあさっきやった演者の見て、ああよかったよかった、そんなことを言っているのが5段目だったんだそうで、つまり5段目というのは誰も見ていないところ、つまり弁当幕、休憩幕だったんだそうでございます。そうなりますと5段目に出るだけだって非常に不愉快なんでございますが、この小野定九郎という役がまた良くない。小野九太夫という家老のせがれの役だ。家老のせがれでございますよ。それなのに山賊みたいな身なりしてる。とのっこじの赤面つって年中酒飲んでる設定なんでしょうか。顔が真っ赤なんでございます。山賊みたいに山形なさしていて、ドテラみたいなものを着てる。これどう考えたって役の工夫からしなけりゃいけません。どうすりゃいいものか。しかしこれだけの役者でも役の工夫がつきません。困った時の神頼みで柳島の妙見様へ行きますと、妙見様どうかこの血のねえ役者にどうか役の工夫を。ところが知恵が授からない。初日2日3日4日5日目だ。どうかどうか役の工夫を。6日7日8日9日10日目しまいはすぐそこに迫っております。どうかどうか役の工夫を。11日目、12日目、そして13日目だ。もうお見捨てでございましょう。失礼いたします。二度とここへ来ることはございません。失礼よ。妙見様のお参りももう今日がこれまでと、肩はすぼめてつつつつつっとふらふら歩いておりますと、さあという雨。雨に聞き取れてる場合じゃねえ。どっか隠れねえと。近くに蕎麦屋がございます。その腰障子ガラッと開ける前すっと見ると、ザーという本降りだ。こりゃいけねえや。それじゃガラガラッと蕎麦屋に入る。親父悪いな、蕎麦くれ。そば一。食いたくもねえそばが目の前。つくしょ。俺は血がねえだけじゃねえ、才もなかったのかもしれねえ。だから俺は食いたくもねえそばとにらめっこしてんだい。役の工夫がつかねえ思っておりますところ、ガラガラガラ開けて入ってきた一人の男。年の頃なら32、3でございましょうか。浪人亭だ。黒羽舞台の引き時という合わせの裏取ったもんで、これ茶筅状の帯を締め、浪色つや消しの大小を落とし出し、セッター腰に挟み蛇の目の傘パンとそこへ捨てる。さがやきをぐっと手で押さえると、タラタラタラッと雫が垂れる。袖へ絞って、親父サビなそばくれ。そば一。食
これだ。殿っ子じゃ赤っ面の定九郎ってのはおかしいと思ってた。今目の前にいるこの人がみんなが見たかった小野定九郎だ。いい形だ。さかやきぐっと手で押さえてタラタラっと雫が垂れて袖に絞って夢にまで見た。みんなが見たかった定九郎だ。そばなんか食ってる場合じゃねえ。すぐさま役の工夫を。ガラガラっと蕎麦屋あげて外へ出ると、外はすっかり晴れ渡っておりました。これからすぐさま役の工夫をして、五段目に出る役者なりものにだけは自分の工夫を伝える。いよいよ大女にしを迎えることになる。大女から始まりまして二段目三段目の喧嘩場だ。砂だ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 。いよいよ四段目にかかってくる。五段目に出る役者の中村中蔵、鏡の前ですっと見といてくださいませ。誰かに何かを祈りますと、手から足から全身真っ白に塗りたぐる。さあこれを見て楽屋の連中、また始めやがったよ。血がねえから工夫で勝負だ。本当だな。いいんだよ、殿っ子じの赤っ面でよ。五段目ってのは弁当箱なんだ。つまらねえ工夫なんていられんだよ。本当だ、ひでえもんじゃねえか。白塗りだよ。見たくもねえ定九郎だ。本当だ本当だ、つまらねえ工夫じゃねえか。工夫をしない者が工夫をする者をやたらと責め立てる。ところが楽屋連中の言葉なんて耳に入らない。カツラ決めて、これでいい。楽屋風呂に行きまして手をけて、ずらっと水を浴びる。そのまんまポタ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 水を滴らせながら揚げ幕へ行って出を待ってる。やがてチョボが入ります。またも降りくる雨の足、人の足音とぼとぼと。道は闇路に迷わねど、小ゆえの闇につく杖も。すぐなる心片親父、シャン。木頭の音とともに浅木の枠が切って落とされる。ここからは二つ玉でございまして、正面には稲村掛け稲がしてございます。下手には松の木が二三本立っていようという、これが山崎街道の道具立てだ。薄暗い舞台でございまして、今しも上げ幕チャリンと開きますと、与一兵衛の役者が花道の七三から本舞台へと行く。与一兵衛の役者が本舞台へ行ったと同時に、おー中蔵の定九郎が声をかける。揚げ幕再びチャリンと開きますと、手桶の中へ突っ込んでおいた蛇の目の傘を引き抜きますと、タッ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 、花道の七三へかけていく。大勢の連中たちはどうせ間抜けな殿っ子じの小野定九郎が出てくるんだろう、五段目なんか見ちゃいられませんよというところに、いきなり現れたのが真っ白な男だ。黒羽舞台の引き時で蛇の目の傘はポタ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 水を滴らせております。お化けのような小野定九郎、今まで誰も見たことのない定九郎だ。なんだこれ、見たことあるか。ねえ、なんだこりゃ。あまりのその形に皆が驚いて、皆が弁当を取る手をやめて芝居に集中を始めます。今しも花道の七三へ出た時に、蛇の目の傘さっと上に持ちますと、にらみを聞かせたその顔、これまた真っ白でございますから、さすがにここでは酒屋日本一、見事な工夫じゃねえか。ところがあまりの芝居に圧倒されて、ご見物は声すら出すことができない。ところが役者というのは不思議なもんでございまして、これはそうは思わないんです。しまった、蹴られた蹴られたと思った。
それでも芝居を続けないわけにはいかない。花道の七三から本舞台へやってくる与一兵衛の役者と二三のやり取り、与一兵衛を殺めるという描写にかかる。仕上げの見栄だ。これも錦絵から抜け出したかと思われるよ。ところがここでも声はかからない。助けてくれ、助けてくれ。誰がやってもいいところ、与一兵衛から奪った財布の金感じを50両。今目の前に一人もいないかのように芝居小屋は静まり返っている。助けてくれ。俺は名台から引きずり下ろされる。誰か声をかけてくれ。イノシシが出てくるという芝居になりますから、掛け稲の中に隠れる。縦横無尽にイノシシが暴れて舞台の袖へと消えていく。イノシシはもういなくなったが、宮からいまして中村中蔵の貞九郎、掛け稲の中へ隠れておりました時に、何やら卵の殻を2つ口に含んでおります。中に数を紅の血色、何に使うんでしょうか。掛け稲の中から外へスッ出た途端だ。バーン、一発の銃声、揚げ幕チャリンと開きますと、これが漁師姿の官兵で、イノシシと間違って貞九郎を撃つという芝居だ。ここでも中蔵の工夫が冴える。卵の殻クッと噛みますと、タラ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 、全身真っ白な体に血が滴っていくかのようだ。世界で初めて血のりを使ったというのはこの中蔵だと言われております。あまりのその見事な工夫に、さあやん日本一、見たことのねえ工夫じゃねえか。ところが声はかからない。助けてくれ、助けてくれ。バーン、もう一発の銃声、蹴られていると思いますから芝居も大行になる。十分に溜めておいて、ドベーンと倒れる。ところが芝居小屋に来ていた子供、あまりの異変を察知したんでございましょうか、ドデンと倒れた拍子に、泣き声を上げ始めた。一っ子一人いないように静まり返っている芝居小屋、子供の泣き声だけが響き渡る。いかにもこの芝居はダメだったと言わんばかりだ。シューンと気が入る。チャン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 、芝居の幕がズル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 っと下がっていく。うつ伏せに倒れながら泣かそう。楽屋連中の声が聞こえてくるようだ。だからあんなのなだにすることはなかったんだ。ひでえありさまじゃねえか。見ちゃいられねえよ。何が工夫だ。血がねえから工夫で勝負。一番情けねえやつじゃねえか。ひでえ五段目だった。そんな声なんざ聞きたくはない。顔を落としてすぐさま表へ出る。ちくしょう、ちくしょう。鍵の内から日比谷限り切らして、やっとおさここまで来た。だけどダメだ。これがどっかの御曹司だったらよ、一度や二度ぐらいのしくじりはございますよ。安心してくださいませ。芝居は長丁場でございますなんて言われるんだ。俺は血がねえから一度でもしくじりはそこで終わりだ。人気があるからここまで来た。見物にはねられちゃもう終わりだ。首くくって死んじまうか。とのっこしの赤っ面の間抜けな貞九郎はどうしたってやりたかね。昔通りの方は間違ってる。一人でいいんだ、たった一人で。
おめえの王の貞九郎の方が合ってる。おめえの芝居の方が合ってるって。いねえよ。いねえよ。いねえから。芝居小屋は物音一つしなかった。俺はダメだ。首でも食って死んじまうか。大きな木をひょろ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 歩きながら探していると、ちょうど人形町末広のあたりへとやってくる。すると先ほどの芝居を見ていた二人なんでしょうか。何やら話し声が聞こえてまいります。おじさん、うざ行ってきたんだったね、芝居。ええ、おじさん、行ってきたけどさ、ちょっと帰りが早いんじゃねえか。年中おじさん行ってくからね。最近の芝居はなっちゃいねえとかさ。ええ、おじさん、ろくな芝居じゃなかったんだ。いや、いい芝居だった。ええ、珍しいな、おじさんがそんなこと言うの。あ、かなでも中心からどこが良かったか、おじさん当たるよ。ええ、おじさん、間違いなく四段目が良かった。判官切腹だ、おじさん。ええ、四段目が良かったでしょ。四段目じゃ。ねえ、おじゃ、六段目だ。寛平、腹切りの場、あそこもいいところだからね。ええ、おじさん、六段目が良かった。六段目でもね、おーじゃ七段目だ、祇園一力茶屋の場、おじさん七段目がよかった。七段目でもねえよ、四段目でもねえ、六段目でもねえ、七段目でもねえっておじさん、どこがよかったの。五段目がよかった。バカ言っちゃいけねえよおじさん、五段目なんか弁当幕だよ。弁当箱がいいなんておじさん、ちょっともろくしちゃったんじゃねえの。そうだな、もろくしてたのかもしれねえ。ガキの自分は弁当箱なんかおかしいじゃねえかと思ってた。でも年取るとよ、そういうもんなんだ。五段目は弁当箱でいいんだ。ろくな工夫なんかしなくていいって思うようになる。違うな、面白いものは面白いし、つまらねえものはつまらねえ。いいものはいいし、悪いものは悪い。そんな当たり前のことを、あんな小僧みてえな役者に、いい年して教わった。ねえ、おじさん。誰のよかった？どんな役者が？当ててみな。当ててみなって、五段目だろ。菊五郎が出ただよ。菊五郎はどんどん良くなってるからな、おじさん。えい、菊五郎が良かった。菊五郎じゃねえ。おお、じゃあうざいもんだ。うざいもんも近頃良くなってきてるからね。うざいもんでしょ。うざいもんはいいが、相変わらずだ。菊五郎じゃねえ、うざいもんじゃねえって。あ、おじさん、わかった。イノシシの崖っぷり、バカ野郎。それで帰ってくるわけねえだろう。わからねえんだよ。ここに誰が出てたかもわからねえや。ええ、おじさん、誰がよかった？血のねえ役者だ。血のねえ？堺屋？中戸？ちょ待ってくれ、おじさん。確か堺屋はこの度、小野貞九郎だよ。バカ言っちゃいけねえよ、おじさん。小野貞九郎なんてとのっこちの赤面だよ。九太夫ってのは家老のせがれだよ。それでおかしいよ、どう考えたって。家老のせがれがとのっこちの赤面山形なさして山賊みてえななりでさ、あれどう考えたってそうじゃなかった。俺は昔からおかしいと思ってた。あいつが変えちまった。俺はガキの自分は芝居見てブル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 泡出すようなことはよくあった、はあ、鳥肌が立つってやつだ。だけど近頃の芝居見てもな、先代が良かったとか先々代はうまかったってそればっかり思うようになった。久方ぶりだ。隣の客の椿飲み込む音がうるせえと思った。芝居小屋が静まり返ってた。見たこともねえ五段目だったからだ。ほら、嬉しくなった。こんな風に思わせる役者がまた
出やがったって。あいつは伸びるぞ。どれぐらいまでいくかわからねえ。俺はじじいだからあいつが20年後、30年後を見ることはできねえけど、おめえは見ることはできる。芝居が変わっちまったよ。五段目が。見事だ。俺は嬉しくてしゃあねえ。俺が死んだ後もあいつがどうなってるか、お前見届けてやってくれ。ちょっと待ってくれ。普段からおじさん悪口ばっかり言ってるけどさ、珍しいね。そんなに境屋が良かったんじゃ。行くよ。思ってやら俺の手で。ちょ待ってくれ。引っ張んない。分かったよ。そんなに境屋が、中蔵が、小野貞九郎が良かったのか。五段目が変わっちまったか。ああ変わった。見たこともねえ五段目だ。へへ、じゃあよ、明日必ず行こうじゃねえか。近くで聞いていた中蔵は男泣きだ。ありがとうね。たった一人で、あの人だけが分かってくれた。家へ帰ると、そこに女房がいる。お前さんどうしたい？芝居やめようかと思ったけどよ、一人の客が良かったって蹴られちまってよ。どうしようかっておめえといつも相談してきたろ。お前さんは血はないけど日本一の役者だ。私はお前が稲荷町の頃から見てる。いい役者だ。今日がダメなら明日、明日がダメなら明後日、明後日がダメならし明後日、いつだってお前さんそうやってきたじゃないか。そうだよ、あの人が見ててくる。それにおめえがいる。明日また自分の工夫でやってやる。それでこそ中村中蔵だよ。翌日になりますと、この男、自分の工夫を貫き通す2日目だ。相変わらず喝采は起こりません。それでも何かに支えられるように3日4日となっていく。当時の江戸の芝居小屋というのは初日が無料でお客が入れたんだそうです。ですから初日が満員で2日目からお客がどんどん減ってくる。こんな風になっていたんだそうですが、この芝居は違っております。初日が満員でございますが、2日目が超満員となる。3日目はさらにお客が増してくる。4日目には人が入れないようになってくる。なぜかと申しますと、常連たちが、すげえ芝居なんだ、見たことないんだ、本当だよ、誰かなって、中蔵だ、サガイヤだ、見事な小野貞九郎だ、五段目が変わっちまったんだよ。大勢の人たちが手を引きずるようにやってまいりますから、芝居小屋はあふれ返るような5日目だ。それでも中村中蔵だけはそれに気づいておりませんで、どうせまた蹴られるんだろう。バーン、一発の銃声、卵の殻クッと買いますと、タラ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 ッと血が流れる。誰も声をかけてくれねえんだろう。思っておりますところへ、あの初日から来ているおじさんが、下がりよ日本一、見事な空だ、大きな声を出した。このおじさんの声が席を切ったようになりますと、大勢のご見物も、さあや日本一、あんまり見事な工夫だからさ、もう今日からずっと5日間引っ張らしたよ。こんな芝居見たことはね、5段目は勝っちまった、見事なもんだ、さがいや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 、芝居小屋がさがいやさがいやの声で渦巻くようだ。バーン、もう一発の銃声、卵の殻は再び噛みますから、タラ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 ッと血が流れると同時に、ズワーデンとその場に倒れ落ちる。下がりよ日本一、見事な工夫だ。
ますと、ズル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 、幕が下がっていく。下がりや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 、芝居小屋は手が鳴りやまなかったと申します。後ろ手に倒れるように中村長蔵。こけもさ、ちょっと見ててくれてた。ほらまだ芝居ができる。時に明和三年九月、十代将軍家春の時代、ところは吹屋町の石村座、中村中蔵31の年でございました。さあこの人が三座の後に座頭となりまして、日本一の役者と言われることになる。後世に名前が残りなす中村中蔵。浅草の初日は中蔵をもって呼び終わりでございます。